ファッションなんですけれども、あまり聞かない裏事情、お店では聞けない裏事情みたいなことを。で最近スーツにメタルブレスはほとんど僕しません。だいたいこういうスポーティーな時計でも絶対にレザーのベルトをします。ストラップは結構バリエーションが、僕ね30本持ってます。こんな話、痛い声話あんまりする人いないですけどね。こんにちは、進藤です。いつもご視聴ありがとうございます。登録と高評価をお願いします。そうしていただくと、まだ今日も来ていただいているゲストの中村さんに来ていただけるので、ぜひ。ファッションなんですけれども、もう皆さんがあまり聞かない裏事情、お店では聞けない裏事情みたいなことをお話しできるので、ぜひよろしくお願いします。中村さん、引き続きじゃあ、時計のですね、まあ、どういう選び方してるのとか、今の時代感ってあると思うんですよ、ちょっと昔に流行ったこと、その辺をちょっと今日お話しできたらなというふうに思ってます。一時イタリア人ってすごいメカニカルウォッチが好きで、この間も出てきたようなエベラールとかロレックスとかっていうのがわーって出てきたんですけど、急にみんなスウォッチしてる時代って、そう90年代入ってからですよね。いきなりスウォッチをみんなするようになって、今までロレックスとかのビシビシにこうしてたのが、いきなりスウォッチをみんな、そうなんですよね。でタキシードにもスウォッチ、スウォッチ、そうですね。スーツスタイルにプラスチックの時計なんかタブーやのに、タブーだったのがいきなり変わって、それは彼らのちょっと外しだったっていうことなんですよね。で当時僕覚えてるんですけど、ある日本の、まあ、俳優さん、まあ、今も俳優さんやられてる人が、はい、頑張ってものすごい高い時計をイタリアのパーティー行ったら、周りがみんないきなりスウォッチで、あのその高い時計をしたのが恥ずかしくなったっていう、そんなエピソードもある。それすごい時代ですよね。まあ、そうですね。でもなんとなく今もそんな感じないですか、進藤さん。ちょっと外すみたいな、ね、そうですね。その外しがソフトになって、より自然になってきてるような、まあ、その当時の外しは極端だったわけじゃないですか。そうですよね。ものすごい何十万もする時計から1万円ぐらいの時計になってるってこと、はいはい、今の外しはまあそこまではいかないんだけども、ちょっとそういうなんかロレックスの高いやつを背開かしてバーッと何でもするっていうよりは、なんかちょっと抜け感を作るみたいな。そうですね。なんかそのまあ今ファッションにナトとか、ね、あとはヴィンテージストラップって言ったらいいですかね。そうですね。この平の、うん、この前紹介したやつですね、はい、こういうやつとか。じゃあ中村さん、お洋服選ばれる時ってどういう風に選ばれますか？僕は基本的に外しというか、やっぱドレスの時は革ベルトのものが多いから、はい、特にスーツで、最近スーツにメタルブレスはほとんど僕しません。まあ、大体こういうスポーティーな時計でも絶対にレザーのベルトをします。特に秋冬はそうですね。こういうのをつけて、でですね、どっちかっていうと、まあ僕はあんま着ないですけど、レザージャケットが着るじゃないですか、はい、皆さん。そういう時は抜け感を作って、まあナトーブレスだったりとか、ちょっとそういうちょっと、まあ、クロノグラフとか、ちょっと男っぽいメカニカルなやつですね、とか、はい、あとは例えばヴィンテージのミリタリーものみたいなものを、はい、まあ本当に文字盤が日焼けしてるようなものとかをこう合わせるとなんか雰囲気がいいかなっていうのはあって、はい、うん、だから今の外しはどっちかっていうと、スーツにメタルのブレスというよりは、篠田が言ったように、こういったステッチの入ったものをしたりとかっていう、こっちの外し系ですか？いや、絶対そうだと思います。例えば僕この辺のスポーツウォッチ好きで持ってるんですけども、例えばロレックスのサブマリーナエクスプローラー、こういったものもわざと今もうメタルブレス外してもう数年になるんですけれども、例えば、まあ、これはナトーですけども、まあえてレザーのこれクロコダイルになってたんですけども、こういうやつをしたり、例えばこれなんかはスポーツウォッチなんですけども、まあちょっとスポーティーなスーツに着ようと思って、その色いいね。いやこれね、なかなかグロコの色物ってないじゃないですか。これ伝わらないんですけど、インデックスが黄色に焼けてるんで、ベルトも黄色っぽいやつ。気持ちわかる。わかります。僕もあるメーカーで、はい、針が青なんで青いベルトに変えるとっていう。そういうのって、うん、僕結構こだわり で、ね、で例えばこれは何でかって言ったら、ベージュ系のちょっときなりのスーツとかジャケットを着るときにダイバーズはしたい。でもメタルだとヘビーすぎる。じゃあクロコダイルとかこういう、これもつけることあるんですけども、はい、こういったものをつける。で、文字盤が焼けてるものを使うとき、中村さんが今日持ってこられてる、このジンの、ミリタリークロ の、これなんかも焼けてるじゃないですか。だからこういうのをするときに、この平のブレスっていうのは、なんかこう雰囲気があって、いいっていう風な。そう。だからこれを本当はスーツにするのはミスマッチなんだけど、こういうのをスーツにする外しで、今スーツにこのごっついメタルブレスがついてる時計をするよりは、このレザーベルトの外しっていうのがなんか今の気分、今の気分ですよね。だから
これ全然話合わせてないのに、メタルブラスもちろん僕いいと思いますし、ね、中村さんもされてることあるじゃないですか。でもこうなんとなく知らないうちにトレンドができてきて、それが多分レザーブレスで、メタルブレスの代わりにちょっと厚みのあるっていうので、このヴィンテージブレスというのか、キラのこの間紹介したストラップみたいなのが流行り始めたみたいな、そういう流れのような。で、ね、で真夏はやっぱり厳しくなるじゃないですか、はい、だから僕は大体ね6月末ぐらいにこのストラップを全部外して、はい、素の状態にしてナットストラップにしたりとか、真夏の本当に暑い時はメタルブレスします。でまた9月末ぐらいになるとそれを変えていくっていうような感じ。ストラップは結構バリエーションは、僕ね30本持ってますナットベルトも20何本持って、パーロン回したらね30本だから合計でね時計ベルト60本ぐらいそれでもまだ欲しい。そう、量的ですね。量的まだ欲しいです。いやでもそれって時計のブレスをちょっと変えてコーディネートに入れてやるだけで雰囲気変わりました。でもナトっていろんな色があるじゃないですか。そうですそうです。あれをスーツの色だったりネクタイの色を拾ったりシャツの色を拾ったりすることで雰囲気相当変わるので、ね、うわナトのそのチェンジっていいなと。メタルブレスはなんか特に冬場とか春とかはほとんど閉まってて、ほとんどレザーベルトのものが多くなってきて、分かります。熱くなるとメタルが出てくる、あと熱くなるとこういったねナトー系に変えていくっていう。だから、まあ、それは本当にもう前のナトーの回にも言ったんですけども、ナトーブレスって肌に直接触れないから時計も守るし、あとはやっぱりベタベタしないんですよね。洗えるし、ね、洗えそうなんですよ。洗剤で洗えちゃうんですよね。もう一つは夏場って汗をかいて汗の質が変わるので割れるじゃないですか。割れるし潮吹く時もあるし、ね、はい、だからそれをですね僕実は解決した技があって。なんですか。これね、僕は時計のベルトをオーダーしたりいろいろ自分のところでも作って、これ自分のところで作ってるなと思うんですけど、裏をねオーストリッチにするんですよ。ロリカっていう合成の感のところもあるじゃないですか、はい、でもオーストリッチにしてるんですよ。オーストリッチのベリーってブツブツがないところ、あ、だから通常でしたらオーストリッチとしては価値があまりないとされるところを、それはね篠さん、このエベラールの実はオリジナルベルトはそれだったんです。あ、それがついてるんだけど僕は普通のベルトにして、普通のベルトに変えて、なんでかっていうと、ね、オーストリッチって柔らかくて傷つきにくくて、で、ね、汗に強いんですよ。だから本当は最強は象って言われてるみたいなんですけども、象はやっぱ値段がしてしまう。そうですね。柔らかさで言うといろいろ試した結果はオーストリッチっていうことで、オーストリッチを裏にすると、なるほど、ね、夏場でもなんですけども、じゃあこれがどこで手に入るかっていうだけの話で、やっぱりそれでも染みるのは染みるんで、色がこういう浅い色だと、うん、ちょっとわーっとなってシミがついてしまうんで、まあできれば夏は僕は明るい系はほら明るいように作りましたけども、たまにしかしないように。いや新藤さんよく知ってるねあの結局もう貧乏症なんで、せっかく買ったらストラップは使いたい。決して今安いわけじゃないじゃないですか。だからもう一番気軽なのはナトーで、まあ、1000円2000円でいろんな色が楽しめて、でベルトの幅がちょっとぐらいちっちゃくても、はい、大きくても無理やりでも入れれるし、空いててもかっこ悪くないっていうところが、ここは NATO のすごいところやな。だってもともと007は 20mm18mm 入れてますよ。 20mm18mm でさすが知ってますね。 2mm の隙間がある、隙間がある。でもあの空いてるのがちょっと男っぽいというか、そうなんですよ。まあ完璧もいいんですけども、それができるっていうのが NATO の強みで、あら、ね、そんな話似たっぽい話あんまりする人いないですけどねいやでもね結構見てはる人は絶対そういう人多いはずですよ。あ、僕もだから時計のこと結構新藤さんに聞くことがね多くて、このベルトもオリジンのことをずっと新藤さんに聞いて、新藤さん、ね、これは私も調べたんですけど、ね、全然わからない。これをね、このベルトを最初に出したとかどっかっていうのを今知りたいんですよね。これね、僕一番最初に見たんってミラノの時計屋で見たのが一番最初だったんですけども、 ある時を境に急にしてるファッション業界人めちゃくちゃ増えたじゃないですか。それはね、あのナトの時もそう、いきなり増えた。増えるんですよね。あれって誰もが申し合わさずに一気にガーンと来るんですよね。いやだからそれは新藤さん、洋服と一緒で僕らその洋服の小さい変化をいつも見てるじゃないですか、はい、新藤さんも僕もその洋服だけじゃなくて時計も見てたりするから、はい、時計とファッションってね、そういう密接な関係があります。ありますよね。だから僕ら洋服だけじゃなくてそういうのを見るのも大事じゃないですか。それってすごい大事で、例えばもうそれでライフスタイルとやってることが全部リンクしてくるんで、まあ、靴ももちろんファッションの一部なんですけど、靴も、まあ、ある意味ちょっと業界は違うけども、一瞬にして今日中村さんもローファー履いてますけどもこう僕もローファー履いてますけどそういうことが何にも申し合わせてないのにファッション業界で一気にガーンと、そういうから、だからそこをチェックするのはすごい大事だ。それめちゃめちゃ大事ですよ ね。だから今は随分あのオーディマピケとかパテックのローチラスとか、はい、あとバシュロンとか、あの高級宝飾系が、そうですね、スポーツ宝飾が出てきてるじゃないですか、はい、まああれは
結局ロレックスに飽きた人たちとか、その上を目指す人たちがそれを買ってるとかっていう、だから当時僕はずっと覚えてる話だと、まあ、ロレックスのスポーツ系、うん、オーデマピゲのロイヤルオーク、うん、ロイヤルオークの普通の三振のやつだけは結構してる人が多かったです、うん、でたまにノーチラスしてる人がいて、でパテックって言ったらカラトラバーかバセロンでもオーバーシーズじゃなくて、うん、もう普通の三振のやつってい こういい年齢のすごくエレガントな紳士はそういうのをされてるみたいな、だからあのドレス系は非常に少なくて本当にエレガントな人たちが好んでるじゃないですか、はい、で今でも確かに僕らもスーツにやっぱ薄型のね、ああいうドレスウォッチは欲しいと思うけど、さすがにパテックもね、なかなかの値段だから、今値段上がっちゃいました、昔そんなに無茶苦茶じゃなかったんですよ、カラトラバそんなでもなかった、僕買った時全然そんな値段じゃなかったです、だから僕は今欲しいのがその薄型のドレスウォッチで、僕あんまりヴィンテージそんなに好きじゃないんで、現行のものでちょっと古いもので何かいいのないかなと思って、まあジラールペルゴとかあの辺でいいのないかなと思って探してるんですけど、ちょっとね薄型のドレスウォッチも、その薄型のドレスウォッチってめっちゃ深い話ですよね、で業界人は今アンティーク流行ってるじゃないですか、はい、だけどまあヴィンテージは当たり外れもあるのと、なかなかまあ探すのが難しいっていうのがあって、だから僕はねちょっと古いのが欲しいなって、いやでもその辺のちょっと古いっておっしゃいますけど、中村さんも持ってらっしゃるけどエクスプローラー2、これちょっと古いだったじゃないですか、手に入れた時、でもこれって買った時って今だのことで30万切ってたんですよ、そうだね、箱付き保証付きで30万入って、僕シムさん GMT マスターの牛から来て、はいはい、93年かね4年ぐらいに買ったのが23万8000円新品今でも露出残ってますけどなんかね水道橋のね時計中村さんすごいあれコンディションいいですもんね、だからなんか時計って僕ちょっと古いやつって意外とみんな見ないんですけども、それが買って3年5年した時にいい具合に馴染んでくる、そう本当そう、それで別にロレックスみたいに値段が上がらなくてもなんとなくいい感じになってくると愛着湧きます、愛着湧きますよ ね、だからもう僕もキャラクターウォッチから別にもう何でもいいと思ってるものはしますし、うん、いや僕も進藤さんと一緒だから、タイメックスのキャンパーとか、あ知ってますよね、もう休み時するし、ハミルトンの手巻きとか欲しいなと思うし、はい、なんかそういうのは欲しくなったりとか、ね、分かります、もう無名でも雰囲気が良くて、だから値段じゃない価値みたいなものを時計っていっぱい持ってるの感じますよね、ファッション好きな方って大体ほぼほぼおしゃれなっていう人は時計好きですよ ね、イタリア人の異常に時計好きなところが、そうですね、うん、僕もまあそんなものすごい時計持ってるわけじゃないけど、やっぱり十何本はすでに持ってますからそれを付け替えして、まあでもあとはそのストラップで楽しむっていうのがもう流行ったら日本楽しくなるなと、あとは篠さん自分でストラップを取れるぐらいに男なら、あそうです、時計屋さんじゃなくてストラップは自分で取れますから結構それをやりだすと楽しいんで、まあ、傷つけないように僕はいいメーカーのあれ棒外しを買われることをお勧めします、それは軸が曲がりにくいとか、ダメになったら針先変えれるとか、あとはなんかこれ今日のジンとか、うん、このロレックスの古いやつ、エベラルもそうなんですけど、穴開いてるやつあるじゃないですか、はい、これ爪楊枝で外すと傷つかないですよ、あなるほどね、バレー棒外しって金属やから外れるんですけど、この外から穴にプツッと入れれるやつは爪楊枝でやると、なるほど、爪楊枝が先に曲がるんで、なるほどね、もうすごい、やっています、これもうめっちゃ使います、だからうち会社の爪楊枝しょっちゅう先っぽがボロボロになってるっていう時計は深いですね、深いですね、またちょっとこういう時計とかアクセサリー、ね、はい、ちょっともうポケットチーフの流れとかあるじゃないですか、ありますね、そういう細かいところを、昔は白リネンプレートだったのが、まあ、今いろいろ出てきて、そうですね、プリントだと今日はコットン、今日はね、これもハンカチを入れてる、ハンカチ入れるのってアメリカ人のスタイルなんですよね、まあ、そのままちょっと話したいな、ぜひぜひまたよろしくお願いします、はい、ご視聴ありがとうございました、今日もですねまさかの話がいっぱい出てくる、濃かったです、濃かったですねもうなかなかこういう話できる方もいないので、もうすごく私も楽しませていただきました、中村さんありがとうございました、高評価と登録をよろしくお願いします、コメントしてください、では次の企画をまたお待ちください、ありがとうございました。